アルミランテ・ブラウン級駆逐艦はアルゼンチン海軍の駆逐艦の艦級。設計、建造は西ドイツのブロームウンとフォセ社によって行われており、メーカー側故障はメイコー 360H2 型フリゲート。本級は西ドイツのブロームウンとフォセ社のメイコー型フリゲートの設計を採用している。これは輸出用フリゲートとして1970年代。 初頭に発表されたもので、やや先行して、ナイジェリア海軍向けに建造されていた、アラドゥに続く2例目となる。排水量3600トン級、搭載機2機として設計されたことから、メーカー側の故障は、メイコー 360H2 型とされているが、実際には途中で計画が修正され、搭載機1機となった。メイコーとは、メアツェウェック。 フレガチンコントセプトの略語で、兵器や電子機器、その他の装備品をモジュールとしてまとめることによって、保守整備コストの低減を図っている。基本となる船体がまず設計され、そこに、兵装や電子機器のモジュールをはめ込んでいくという、方式であり、顧客は、自らの要求に応じて、モジュールを選ぶことによって、カスタムメイドのフリーゲートを手にすることができる。 船体設計にあたっては、ステルス性も考慮されており、1980年代中頃に行われた計測では、レーダー反射断面積は約500平方メートルと高速戦闘艇と同程度であった。ただし、方位360度のうち5%に、スパイク状の強い反射が認められた。名高360型の建造は、 本級で終了し、以後はやや小型化した、名工200型フリーゲートに移行したが、モジュール化を含めた、基本設計は、中央線路型の船型と V 字型の煙突という、外見上の特徴と共に踏襲された。手記は、RM1C ガスタービニエンジンと、ロールスロイスオリンパス TM3 バイトガスタービニエンジンに木つを、カゴオーグ方式に配して二軸の可変ピッチプロペラを、 駆動する構成とされた。電源としては、出力 940kW と、出力 360kW のディーゼル発電機を2機ずつ搭載し、合計出力は合計 2600kW を確保した。数個戦術情報処理装置を搭載し、リンク10及びリンク11に対応する。レーダーとしては、対空捜索用の DA-08。08 対水上捜索用の ZW-06、後方用のデッカ1226を搭載したほか、下機管制用の WM-25 にも、目標補足レーダーが備えられている。ソナーとしては、K、K80 を、春ドームに収容して搭載した。艦砲として、艦視艦板に54口径 127mm、単装速射砲を搭載したほか、 選手郎甲板には70ミリ 40mm、連装機銃4機が備えられている。機銃は、リロッド射撃式装置の完成を受けている。弾薬等裁量は、合計1752発とされる。煙突直後の上部構造物上には、アルバトロス股間防空ミサイルの8、連装ミサイル発射機が設置されており、また近くには16発の予備弾庫が設置されている。 艦隊艦ミサイルとしては、煙突直前に、エグゾセ MM40 の4連装発射等2機を備えた。対戦兵器としては、艦中部量限に324立方ミリメートル連装単魚雷発射艦を備えており、A244S 単魚雷18発を搭載している。またこの世代の艦としては珍しく爆雷投下機場を備えており、 搭載数6発とされる。上記の通り、本級は結局、艦載ヘリコプター一機搭載として設計されており、完備艦班はヘリコプター艦班、その直前の線路後端部は格納庫とされている。搭載機としては、当初はリンクス紹介ヘリコプターが予定されていたが、この発注は1982年にキャンセルされ、 代わりに検討されていたアグスタベル212の購入予算は成立しなかった。このため、アルエット3が搭載されていたが、これは2010年に運用を終了した。1996年からは、フェニックも搭載されるようになったほか、後にヘリコプター甲板を拡張し、シーキングの運用にも対応した。なお関西企業として、魚雷10発を搭載できる。 発注は1978年12月11日に行われた。当初は6隻を整備する予定であり、うち4隻はアルゼンチン国内で建造される予定であったが、1979年には、名古140型の建造に伴って4隻に削減され、すべてブロームウント、フォスャハンブルク造船所で建造された。全艦が、 クエルトベルグラの海軍基地を母校とし、第二水雷戦隊を編成している。アルミランテ・ブラウンは1990年代にペルシャ湾での活動に派遣された。アルゼンチン海軍は、財政的問題と輸入制限のために、整備用品、訓練用品の手配に困難が伴っている。アルミランテ・ブラウン級駆逐艦も、予備部品の不足、期間の問題。 全訪問の対応年数の超過などが報告されている。ありがとうございます。